ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。まあ、いよいよ来週に迫ったですね、2021の WWDC2021 ですね、登場が期待されそうなものを7つですね、すべてお話ししたいと思います。まあ、以前のね、まあ、4月にですね、6月の WWDC で期待される製品の動画っていうのを出したんですけども、それからまあ2ヶ月経ってね、まあ、情報とかいろいろこう出てきましたので、まあ、今回はその最新バージョンですね、アップデートバージョンとなります。で、今回6月のそのなんで発表会でね、期待されそうなね、製品というかもうこと、期待されそうなこと7つ全部ね、一緒に見ていきたいと思います。で、こちらのチャンネルではですね、Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったり、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。あと、まあ、Twitter も日々こちらタイムリーにね、更新してますので、まあ、もしよろしければね、こちらもフォローお願いいたします。ということで、ね、2021年6月のね、発表会まであとわずかということになりましたね。まあ、日程はですね、一応6月8日の日本時間の午前2時ですね。まあ、アメリカはね、午前10時なんですけども、まあ、日本ではね、おなじみのこの鬼時間ということですが、まあ、一応4月のね、発表会同様にね、ライブ配信でちょっと一緒にね、見ながらね、見たいと思いますので、まあ、こちらも解説しながらね、見たいと思いますので、もしよろしければね、一緒に見たい方はぜひチャンネル登録しておいてね、お待ちいただければと思いますが、まあ、WWDC もうすぐということでですね、まあ、告知画像がね、またこれ公開されました。まあ、軽くね、まあ、どんなメッセージが込められているのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、いろんなね、これ画像を見るとね、国の方々のね、ミー文字ですね。まあ、要するにこう、フェイス ID とかで顔をね、絵文字にできるものが、こう、いろいろ並んでたりするんですけども、まあ、並んでみんな集まってるって感じですね。で、その中で絵文字でこう、なんか反応したりとかしてるということで、まあ、これちょっと面白いなと思ったのが、Apple がですね、まあ、もしかしたらその Facebook の代わりになるような SNS、そういった発表を示してるのじゃないかと、そういった記事がね、あったりしましたね。これ面白いなと思ったんですけど、まあ、要するに、まあ、Facebook とか何が違うかっていうと、Facebook とか以上にですね、よりそのプライバシーに配慮したような SNS、それを重視した SNS、まあ、これを展開しようとしてんじゃないかみたいなところですね。はい、まあ、これ結構需要ありそうな感じしますよね。まあ、実際 Apple と Facebook はですね、プライバシーの問題の方で今争ってたりね、するんですけども、まあ、要するに Apple がそのなんか新しいルール追加してですね、なんか iPhone 使ってる方とかはね、こういったなんか表示が出てきたり、したことあると思うんですけども、まあ、要するに今まではその広告をね、表示するためにデータをこうアプリからいろいろこう吸い取ってたりね、したんですけども、まあ、検索履歴とかからね、データをね、拒否するかどうかみたいな、そういったことも選択できるようになったと。はい、まあ、こうなるとね、まあ、大体みんな拒否するんで、まあ、実際ね、8割か9割ぐらいがね、ノーって回答してるみたいなんですけど、まあ、要するに広告料とかで稼いでるね、Facebook とかもうめちゃめちゃ激おこなわけですね。まあ、データ取れないから要するに効果的なこう広告がね、打てなくなるんでね、そのまあ SNS をな Apple がまあ作るってことはね、まあ、なかなか、まあ、ないと、まあ、なかなか今難しいと思うんですけども、ただ何かしらそのメッセージとかのアプリのね、その機能の中になんか SNS 的ななんかものが、機能が追加されるかもしれないですね。まあ、なんか WhatsApp 的な感じ、WhatsApp にね、似せたようなものになると言われたりもしてますが、はい。ちょっと脱線しましたが、まず一つ目、まず発表されそうなものですね。こちら iOS15 ですね。まあ、6月の発表会はやっぱり OS とか機能のものにね、フォーカスしたものになりますので、で、iOS15 に関してはね、まあ、情報は残念ながらそんなね、あんまりないんですが、まあ、例年通りね、すごい大きなじゃあアップデートというよりかは、まあ、結構細かめですよね。まあ、小さめ の性能ね、まあ、改善に焦点を当てたアップデートになる、まあ、マイナーアップデートになるんじゃないかと思いますね。まあ、小さな変化になるとは思うんですが、次の iOS15 ではですね、まあ、僕がまあ、いくつか見た記事では、やっぱ iPhone6S と初代の iPhone SE がアップデートの対象からですね、外されるんじゃないかということですね。まあ、なので、サポートされる一番古い iPhone がですね、iPhone7 になるんじゃないかと思いますね。あと、まあ、懐かしい iPod Touch 7世代とかですね、iPhone、まあ、7と同じ A10X Fusion チップを搭載しているので、まあ、こちらもサポートに入るんじゃないかなと思いますね。あと、まあ、噂されているのが画面のね、まあ、常時表示っていうことなんですけども、まあ、Apple Watch のようにですね、まあ、時間とかがね、まあ、ずっとこう表示されたまま消えずにね、こう見えるっていうね、形になるかもしれませんね。はい。まあ、もしかしたら iPhone、まあ、13とかね、13の方で対応になるかもしれないんですけど、あとは右上からね、こうなんかスワイプしたら出てくるコントロールセンターですね。こちらもなんか MacOS とかね、似たものの形になってですね、まあ、丸いというかね。で、こう、しっかりこう、まとまったようなデザインですね。まあ、そういったものになるかもしれないと。まあ、あとは、まあ、今後の iPhone とかで、期待されてるですね、画面に内蔵する、画面内蔵型のタッチ ID 搭載、そちらのための API ですね。はい。まあ、いわゆる開発者のために、開発しやすくなるための、まあ、道具というか、そういったものをが配られたりするかもしれません。まあ、つまりね、iPhone 13とかですね、タッチ ID となんか Face ID がね、こう、両方ともね、搭載っていうのも Apple は今考えてるみたいなんですよね。
まあそこら辺のね、期待も膨らみますね。で、一応 iPhoneOS15 はですね、まあ例年通りだとおそらく、まあ、僕らの元に届く正式リリースになるのが、まあ、9月あたりになるのかなと思います。続いて2つ目ですね。これ登場するのが iPadOS15 ですね。まあ新型 M1 搭載、M1 チップ搭載の iPad Pro、こちら登場しましたけども、はい、こちらもなんで非常に楽しみではありますね。サポートされないものとして iPad mini の4世代とか iPad Air の2世代、あとまあ iPad 5ですね、まあ、5世代とかはサポートから外れそうということで、まあ、理由としてはね、やっぱ古いチップの A8 とか A8X、まあ、A9 チップとかが、まあ、使われてるからっていうところですね。まあ、iPhone とかと同様にですね、A10 までは今回はまあサポートされるっていうね、形になりそうです。で、あとはまずはね、あとまあ iPad のね、変化としては、iPad のホームスクリーンの方にね、これ変化ありそうですね。iOS14 とか iPhone のようにですね、まあ、アプリをまとめるアップライブラリーというね、ものだったりですね、あとウィジェットをですね、こう大きいね、窓みたいな、アプリの窓みたいなやつですね。まあ、これがね、やっぱ使えるようになると。特に、あと、ホーム画面のね、どこにでもこのウィジェットが置けるようになると。はい。まあ、一応、現在の iPadOS とかだとですね、ホーム画面のなんか左側とかには一応表示しておくことはね、できるんですけども、それ以外にはね、置けないんですよ。はい。まあ、自由に配置とかできないんですよね。そこ以外で。これなんか謎仕様ですよね。はい。謎仕様なんでね。で、あとはね、通知のカスタマイズとかも、自分でなんかその状況とかに合わせて、こう、設定が可能になるんじゃないかと言われております。まあ、例えばですね、朝の時間とか、まあ、働いてる時間の時とか、あとまあ睡眠時は例えば通知を鳴らさないようにするとか、まあ、お休みモードとか今ありますけど、あとかまあ状況に合わせてまあこういった時は通知が、あるようにこのアプリは来るようにとか、まあなんかそういうカスタマイズもね、なんかできるようになるんじゃないかとか言われてますね。まあこれ iPhone も同様なんですけども、まあ通知はすごいやっぱ作業の妨げになりますので、まあ、僕の場合は常に結構お休みモードとかにしてるんですけども、はい、やっぱこうしないと通知ごとにね、やっぱスマホ見ちゃうと、もう本当にキリがないじゃないですか。集中力持たないんで、はい、まあ、iPhone でもやっぱね、こういった同様な機能が搭載されるんじゃないかと思われますね。はい、で、今回の、そして目玉としてね、これ注目されているのがですね、iPad のプロ向けアプリ、こちらへの対応ですね。はい、まあ、つまりなんで、Final Cut Pro だったり、Logic Pro とか、あと、ま、X コードとかですね。プログラミング。iPad Pro M1 ですね。これ、プロ向けアプリに、対応するから、やっぱ高性能になったんじゃないかとしか考えられないぐらいね、かなり今、オーバースペックな状態なんですよね。なので、この新型の iPad Pro が、やっぱ MacBook と同様に、やっぱ M1 チップ搭載、されてますので、やっぱこれがね、プロ向けアプリが対応してないと、本当にこのオーバースペックをどうするのっていうね、意味ないじゃんっていうね、使えるアプリがないんで、はい。あと、ま、メモリもね、今、最大で 16GB まで載せれることできるんですけど、まあ載ってるんですけど、 1TB 以上のモデルは、ただね、実際今 5GB までしか、まあ、使えないような制限がかかってるようなんですね。まあ、なのでやっぱ WWDC とかで、ここの、ね、制限が取っ払われるようになるんじゃないかと、期待してます。はい、期待していいんじゃないかとね、思います。というか、Final Cut Pro 使えるようにしてください。お願いします。 Apple さんお願いします。はい、で3つ目、また MacOS12、こちらも登場するんじゃないかと思いますね。まあ、今の Mac にはね、 Big Sur というものがね、入ってるんですけども、一番新しいやつですね。まあ、ここ最近でやっぱ一番の、まあ、変化だったと思います。はい、やっぱ M1 ね、Apple Silicon に対応した OS ということで、はい、まあ、Apple Silicon のこのやっぱサポートもそうなんですけども、アイコンの形とか変わってですね、まあ、見た目の UI とかね、まあ、UI とか、まあ、iPhone とか iPad っぽくね、なってるっていう感じですね、見た目が。まあ、M1 もね、結構やっぱり Bluetooth が不安定だったりとか、あと、まあ、僕の場合となんかトラックパッドね、こう押してもなんか反応しないみたいなことがね、まあ、何回かあったんですけども、まあ、最近はね、あんまない、なかなかあんまないかなっていう、まあ、アップデートがこう徐々に行われてきてね、かなり結構まあ改善されてきてるなっていう感じはあります。まあ、今回の場合はやっぱ Big Sur っていうね、今言ったような大きな刷新があったので、まあ、そんな大きな、ね、アップデートないのかなと思います。まあ細かいね、なんか改善に限られるのかなと思いますけども、まあ思いますね。はい、まああんまりちょっと情報はなかったんで、はい、あと一応あとウォッチ OS ですね。はい、まあ特にそんな情報ないんで、まあ軽く流しますけども、まあ次のアプローチ7シリーズ7とかではですね、さらにグルコースモニタリングですね、まあ血糖値測定とか、できるようになるんじゃないかと噂されておりまして、まあ何かしらなんでヘルスケア関係のね、なんか健康測定系ですね、まあそういったものとかが、まあもしかしたら来るかもしれないとかだったりですね、まあ最近だとジェスチャーでね、なんかアプローチを、こうなんかギュッギュッっていうね、こうなんか手の動作とかで、まあ、触らずに操作する動画が結構公開されてたりしてですね、まあ、ちょっと話題になってたんですけど、まあ一応その体にね、一応障害がある方向けで、まあ、触らなくても操作できるように
ていうものなんですが、まあ、ここら辺の、ね、ジェスチャー操作とかも、まあ、これからどんどん、ね、解禁されていくんじゃないかなと思いますね。ということで、まあ、今後ちょっと気になるね、いろんな機能ね気になるなって方はぜひチャンネル登録してね、どんどん情報を受け取ってね、分かりやすい説明を受け取ってもらえればと思います。ということで4つ目ですね、新しい高性能なアップルシリコン、こちらのチップの発表ですね。まあ昨年の場合だとですね、アップルシリコンが、まあ6月ですね、こちらのイベントで発表されておりますので、新しいチップですね、おそらく M1X とか M2 とか言われるものがですね、そういった高性能なチップの発表があるんじゃないかと思います。はい、まあ、今年の2021年にはですね、まあ、少なくとも2つの新しいチップが発表されるんじゃないかと言われております。で、1つ目は現在の M1 チップの後継バージョンのものですね。まあ、こちらが大体8コアの CPU と、まあ、M1 とね、今の M1 と同じなんですけども、GPU ですね、まあ、グラフィック性能がですね、まあ、現在の8コアから大体9から10コアぐらいに、アップするんじゃないかと言われております。こちらがまあ一応 M2 チップとね、呼ばれるんじゃないかと、いうことですね。 M1 チップの後継モデルなんで、はい、まあ、これは、まあ、おそらく次の MacBook Air にね搭載されるんじゃないかと言われております。はい、で今回の WWDC ではですね、噂されているものは、2つ目のですね、あの高性能な方のチップですね、まあ、俗に M1X と言われるだろうというものなんですが、こちらがですね10個の CPU になりましてですね、GPU がなんと16または32コアというふうに非常に強化されるんじゃないかと、こういうことですね。これは非常に楽しみなんですけども、これがまあ今年の夏頃ぐらいにね登場するんじゃないかということでですね。で、このチップについて、じゃあ話の後にこれ登場が期待されるのが新しい MacBook ですよね。ということで、ね、5つ目なんですけども、続いて発表が期待される製品は MacBook Pro 14インチでございます。はい、これ非常に楽しみ。まあ約大体5年の時を経て大きくモデルチェンジが噂されております MacBook Pro ですね。僕もいくつかね、あの以前の動画で取り上げてきた通りですね、あの早ければ今年の夏頃ぐらいにはね登場するんじゃないかと言われております。まあ告知の画像ね、ティザー画像からですね、まあ新型の MacBook Pro を示すんじゃないかというものが、数多く見られるということで、はい、まあどういったものが例えばあるかというと、まあ今回 WWDC のね告知画像ではですね、まあ3人がねこう MacBook を使用しているようなね様子がこれ描かれてるんですが、まあ以前のその2020年のものと違うのが、こう MacBook がなんかちょっと隠されたようなね、こう演出がされてるんですよね。発表のねためのものなのかってちょっと思ったりしましたね、しますし、また左側の女性のねこれメガネらしきものをかけた、まあ、金髪のね方のあのメガネのレンズにですね文字とまあ数字が映ってて、まあこれは一応プログラムなんですけども、このコードっていうものが表しているのがどうやら絵文字だということで、まあ Mac Rumors のね記者のサミさんによるとですね、上からまあなんか U の 1F374 とかなんかいろいろ書いてあるんですけども、まあこれがフォークとナイフの絵文字で、真ん中が寝ている絵文字で、一番下の文字、コードがパソコンの絵文字ですね。これがつまり MacBook なんじゃないかっていうね、ことで、これがまあ True ね返すって、つまり Yes ってことなんで、はい、これが新型 MacBook Pro の、ね、登場をちょっと案に示してんじゃないかみたいなことも言われてたりします。まあ、実際やっぱプロ13インチのね、あの上位モデルはですね、まだインテル版としてラインナップとしてまだ残ってますんで、これを置き換わる形でおそらくデザインのね大きな刷新された14インチが登場するんじゃないかということですね。まあ、性能とかに関してはですね、新しい Apple シリコン、搭載ですね、搭載で、まあ、10コアの CPU で32コア、おそらくまあ16コアとかから32コアの、まあ、GPU が搭載されると思いますね。はい、あとメモリー関しても最大で 32GB までのユニファイドメモリーが搭載できるようになるんじゃないかと、はい、あとまあ端子に関しても昔のね Mac のようにですね SD カードスロットだったり、まあ、HDMI ポート、はい、あとまあさらに磁石でくっつくあのマグセーフ充電器がね、まあ、復活するんじゃないかっていうねことも言われたりしますので、あとはまあタッチバーの廃止ですね、キーボードに関しては、はい、あとは iMac に搭載されたまあタッチ ID にね、まあ、似たようなものが搭載されたりとかがまあ結構レンダリング画像で出てきたりと、まあ、かなりね変化がやっぱあるんじゃないかな、使いやすく、今までのね失敗をこうちゃんと改善、失敗から学んでこう改善されたようなね仕様になりそうですね。はい、もちろん今回はこれも発表されればですね、もちろん解説っていうものね、というかもう僕も多分即買いしようと思ってますんで、まあ、ぜひ今のうちにねチャンネル登録しておいてですね、見逃さないようにしていくことをお勧めしておきます。はい、でそしてね、あの MacBook Pro この14インチと一緒に登場するんじゃないかと言われています。 Mac がですね最後これ6つ目、最後じゃない6つ目ですね、 MacBook Pro の16インチですね。
はい、こちらも2019年に登場したんですけども、まあ、大きくね、こちらアップデートなりそうですね。まあ、デザインに関しては先ほどの、まあ、プロの14インチとですね、まあ、14インチの、まあ、大きいバージョンっていうね、ことになると思うんですが、はい、まあ、タッチバーの廃止とかはもちろんですね、まあ、端子とかに関しても SD カードスロットとか、まあ、HDMI ポートですね、はい、さっきみたいにマグセーフ充電器がね、まあ、搭載されるんじゃないかということで、ただ CPU に関してはおそらくまあ14インチと同じ仕様になるんじゃないかということですねと思いますが、メモリに関しては、まあ現在のね、あのインテル版とか同様にですね、 64GB までユニファイドメモリがね搭載できるようになるんじゃないかと、はい、また大きくやっぱ違うのが GPU ですね。こちらもおそらくまあ32コアが、まあベースライン、32コアでまあ固定されて、まあ、ここが強力になる、強力になりますし、はい、あとまあ16インチとかね、やっぱスピーカーとかね、やっぱかなりいいんですよね。周りが良かったりするので、マイクとかおそらくそのインカメラとか、まあ、そこら辺ですね、まあ、そこら辺も非常にね強化されたものになるんじゃないかと思いますね。まあ、そこら辺が多分14インチとのまあ差別化になるんじゃないかと思います。ということで最後、こちら一緒にもしかしたら登場するんじゃないかというものがですね、新しい Mac mini ですね。はい、まあ、チップに関してはプロのさっき14インチとか16インチに同じものですね、同じまあ高性能なものが搭載されるんじゃないかということで、あとはまあデザインの刷新とかもねありそうですね。まあ、大きさ自体はちょっとまあ少し高さが低くなって小型になりそうな感じです。まあ、なりそうで、あの接続のね端子に関しては4つのサンダーボルトのね対応した USB-C、 こちらがね搭載で増えそうということですね。まあ、搭載されて、まあ、電源ケーブルがおそらくまあ新型ね iMac で搭載されたような磁石でこうくっつけて外せるようなもの、まあ、装着できるようなタイプになるんじゃないかということですね。まあ、デザインも表面がですね、まあ、現在のアルミ素材からなんかガラス素材に変更されそうなので、まあ、ちょっと高級感あるというかな、ゴージャスな感じになりそうな気がします。まあ、M1 チップ、まあ、搭載の際もですね、あの MacBook Air とか、Pro、ね、まあ、こちら13インチと同様に Mac mini もね登場してますので、まあ、おそらく一緒に全然ねこの Pro モデルと一緒にこう一緒に登場するのがね、まあ、むしろ理にかなってるかなっていう、全然登場してもおかしくないかなと個人的には思います。ということで皆さんがね6月のイベントで期待すること、製品これ何でしょうかね。まあ、僕はあの次世代のもちろん MacBook Pro のモデルですけどね、あとまあ Final Cut Pro の iPad Pro やね、ファイナルカットプロの対応ですかね。まあ、ぜひね皆さんコメントねいただければと思います。で最後にね、今回逆にまあ登場しないだろうね製品についてもね、思われるものもちょっとね言っておきたいと思います。まあ、おそらくなんですけど、まあ、30インチとか、まあ、大型の iMac ですね、まあ、M1X 搭載とか言われてますけども、まあ、そういった iMac とか、まあ、新型の MacBook Air に関してはまだ、まあ、出ないだろうなっていうところですね。また、iPad 関連とかに関しても、まあ、まあまあないだろうっていうところで、はい、まあ、個人的に、ね、あとなんか AirPods 3とかもねちょっと期待はしてたんですけども、まあ、今回もちょっとね確率的にはなさそうだなっていう感じ、はい、まあ、年内には発売するんじゃないかと言われておりますが、 AirPods Pro とかもね もしかしたら来年とか言われたりしますし、はい、まあ、なんで今回はおそらく MacBook Pro シリーズ14、16インチと、まあ、おそらく Mac mini の両方とかになりそうですね、まあ、つか、まあ、いずれかになりそうって感じですね。ということでこちらの動画少しでもね役に立ったと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントもね、気軽にお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またライブ配信もね、こちらでお会いできればと思います。はい、良い一日をお過ごしください。バイバイ。